大阪万博やばい状況に、大阪万博やばい状況に。万博運営費は当初800億円を想定、適当な計算であったため数百億円の上振れが生じている。一方万博の人気も低くてその開催が危ぶまれるので、日頃から利権の取り次ぎをしている地元の大企業に対してキックバックを要請することになった。利権の大きな関西経済連合会の17社はそれぞれ10億円程度を上納することになる。住友電工、岩谷産業、連合、阪急、久保田、三菱 UFJ、 JR、 近鉄、 NTT、 堀場製作所、大金工業、川崎重工業、住友信託銀行、パナソニックホールディングス、オリックス、塩戸に製薬、東洋部。